こんにちは、チョメです。今日は無限チョコやっていきます。グローバルギアさんのゲームですね。斜めに切ります。今チュートリアルをやっております。で、縦に切ります。横に切ります。位置を変えると出来上がりこれでも減ってるからね、少し本当にチョコが増えてしまいました。不思議ですね。この技術を応用して、これからチョコをどんどん生産していきましょう。これやるごとになんかね、縦がすごくちっちゃくなっていくからね。まあ、やってみましょうか。生産しましょう。あ、これタップしたらほらほら、10切れとか25とか増えていくね。何？溜まったら生産の購入しましょう。買う。おー、なんか増えた。生産装置は自動で、チョコを生産してくれます。粒が溜まったら同じ生産装置を追加したり、いろいろできるみたいですね。なるほど、地下1階とか、今一番上のところなんだね。で、こうやってタップしてやっていって、何何右上。引っ張るみたいな感じ。やってみるか。フィーバー、残り14秒。スワイプで落とせ。ああ、こうやって落としていくんだ、チョコ。おお、楽しい楽しい。なんか私初見プレイだからね、いろいろ上から生えてきてる、いろいろチョコが。これスワイプじゃなくてタップでもいいんだね。あ、まあ、でもスワイプした方が早いか。こうやってうまい感じに。あ、なんか、こうやってやった方がいいわ。こんな感じで。上のやつを。一番上をさ、右左した方が多分一番いいわ。はい。ちょっとずつ分かってくるからね、こういうのもね。で、次はこの、100粒いるのか買いましょう。地下1階。ビター1枚。ミルク1枚とか。なんかどんどん作ってるって感じなのかな、これ。で、いろいろほら、地下いっぱいあるよ。これは地下2階は ?400 か。これはまだできないね。だからこうやって待っててもいいけど、こうやってタップして、貯めるのもいいよね。で、フィーバータイムは、あと40みたいな感じでできる。下にショップとか記録とかある。何これ記録って。総生産チョコとか。あ、こうやって記録も見れるし、チュートリアルとかまあいろいろ。で、右上は自動の、なんて言うんだろう、自社のアプリですね。ショップ行ってみるか。おー、いろいろある。強化アイテムなんてあるんだ、これ。5000粒、いたって、チョコタップ100回でアンロックとか。で、他いろいろ装備できる感じか。150粒、原始的で牛に優しいミルクチョコレートの生産量が2倍。これさ、買っとった方がいいんじゃない？手を手に入れた。これ装備できるのかな？違う、これ装備とかじゃなくて B1 回はこんな感じになってますよみたいな感じで。で、B2 は1000粒。最も一般的なカカオ、チョコレートの生産に2倍とか。こうやって増やせるんだね。まあ、手はちょっと増やしてみました。工場行ってみようか。なんかこのミルク1枚っていうのが多分増えてるんだと思いますね。今ね、1秒で 1.3 粒自動でなってるみたい。これだから放置しとってもいいけど、これ頑張ってこうやってタップして、貯めて、最初はやってもいいかもしれないね。で、どん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 無限チョコで集めていく感じですね。本当にこれ無限になってるね。でもこれ実際チョコレート買ってやってみてください。でも20、30回ぐらいやってたら、あれ？なんか、縦の長さ、ちょっと変わってなくね？変わってなくない？っていうか、なんか、どん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 減っていってるからね。B、もうちょ、あ、これ買えるね。買ってみましょうか。B2。もうなんかいい感じの、いちご1枚みたいな感じに出てきたね。で、こうやってどんどん増やして増やして、チョコをどん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 増やしていくみたいな感じ。ショップもう一回行ってみようか。この、だから B3 のやつの、これが、溜まっていってるみたいな感じですよね。だから今1秒に 3.3 粒、ほら増えるスピードが速くなってるね。このいちご1枚っていうのは1秒で2秒2粒だからすごいスピードで増えてるみたいな感じですね。2500か。次は長いから、だからもうとりあえずこのいちごまで最初は解放しとったらいいと思う。ほら、総生産チョコどん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 増えてる。チュートリアル最後にもう一回見てみるか。はい、チョコレートの増やし方、斜めに切ります。皆さんやってみてくださいね。縦に切ります。これマジックとかで使えそうだよね。あら、不思議。すごいよね、これ。ね、何度見てもすごいと思う。なんかニュースとかもたまに流れてくるんだ。バレンタインデーで溶かし固める。あなた板チョコ作ったけど、今は誰もチョコを食べたいとは思っていない。なんかいろいろニュースが流れてきますね。じゃあ、ちょっと35分後、またちょっとログインしてやってみようと思います。どんな感じになってるのかね、楽しみですね。はい、フィーバータイム。時間が経ちました。こうやって右左で、上のところか、をこうやってもう右左でやればいい。慣れてきたかな。
で手を離す、あ、手を離しちゃダメだ、しばらくこんな感じに出すって感じかなどうなんだろう、時間が来たら降ってくる感じか。いやまあ2回目なんですけどやっぱ慣れませんね。あー終わった。結果414。前回とどうですかね。これなんて言ったら休憩してる間、まあ、溜まっていくんだけど、あのログインボーナスっていうか休憩で何倍のやつとかはないみたいですね。で B4 開放できるのかな、これ2500も開放できるね。あ、そっかそっか、そういうの なくてもいいのか。広告見たら2倍になるとかなくても、ほら自然と上見て溜まってるからね、めっちゃ早くなった10粒とかこうやってどん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 開放して、次は1万2000とかで、どこまでやるんだろうね。これ楽しそうだよね。 B13 がどうなってるのかっていう感じで、もう私今回のはこれただの普通の実況だからさ、こうやって終わるけどね、これも2倍になったりとか、この下のやつでめっちゃいいやつあったら2倍とかにしてもいいかもしれないな、ね、生産量が2倍だから上のやつのスピードも上がるってことでしょ。だから 13.3 でしょ。でアイテムとかどうなんだろうね。これ5000粒で買えるのか、チョコディスプランガーみたいな感じ、20粒に変化。こっちの方開放しとった方がいいのかな。もうちょっと待ってみる、なんか面白いよこれ。あとここプラスしたら見て、ほら17粒1枚、これ買えるってこと、アップ、所持数アップできるんだこの中に、ほら上見て、で 13.9 でしょ、で 14.1 とかちょっと増えたね。こんな感じでパワーアップさせることもできました。今こんな感じですよね。上でこれタップしたらプラス1プラス1ってなってるんだよね、連打してます。で5000粒でちょっと買ってみるんだけど、どんな効果があるかっていうのを見て最後終わりましょう。あ、5000粒になりました。ショップ、この手のやつが買えるんだよね。チョコをもっと貸す、はい、購入しましたどうなるんだろうね。で次は1、10、100、1000、10万、50万で400粒みたいな感じ。工場早速行ってみるか。お、1回やったら20になってる。だから20回タップするやつが1回で済んだみたいな感じですね。上見て効果どんな感じなんだろう。お、めっちゃなんか伸びてね、もう2000粒ぐらいになってるんだけど。で、こうやってカチッカチッってやるのはほら1粒ずつでしょ。でも連打したらほら一気にたまる。だからこの手のやつをさ、解放するのもいいかもしれない。ただ疲れます、あの連打トレーニングにはいいかもしれませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョベでした。ほらもう4000粒解放できましたよ。すごいすごいね、楽しいかもしれない。これ1万2000粒。どん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 見てみたくなったりとかもするけどね。だからショップもいいね、ほんと有効活用。だからこの400粒になる。これ早く欲しいですね。ただ、これとかも結構いろいろ、ほら、1000粒で2倍になったりとか、4000粒で2倍とか、この辺もちょっと一番最初のはさ、石ころ、これは高いけどね。これ最初めっちゃ150で次が1万5000だったんだよね。で、これすごくなるからさ、この辺とか買って、上のほら1秒で 14.6 増やしておくのもいいかもしれませんね。もうちょっとタップして4000粒になって、ショップで見てくださいね。 14.6 でしょう。はい、購入しました。ほら 16.6 あんま変わらんかなやっぱ手とか。でもね、最初のやつはちょっとだけお得だからすぐ買った方がいいと思うんだよね。はい、まあ連打したら早いということで、あと放置してたら自然と黙う。まあ上限はわかんないんだけど、なんて言うんだろう、1週間ぶりにやったらこのチョコレートの量がすごくなってたりとかもするかもしれませんね。ちなみにどの粒で解放できるかっていうのを見て終わりましょうかね。本当にわーすごいねこれ、7がそろおおこれは何日でできるんだろうね。めちゃめちゃすごい。この B13 回はこんな感じでした。ここまで解放できる人はすごいですね。あれから放置してたら23,700粒ぐらいになってたので、これ解放してみようと思います。いや、これ長期の実況になりますね。これで40粒増えるようになりました。これショップとかはどうなんだろうね。これ交換したいんだけど、まだまだでしたね。この5万5000粒もなんか今日中にできそうな感じがしましたね。何日でできるかっていうのを見てみましょうか。2021年の11月の17日に今実況しております。これも買っときましょう。石ころ。56粒から66粒。ミルクチョコレート100枚でアンロックとかになってますね。1万5000粒だったら頑張ったらできるから、ちょっとミルクチョコレートを20個。これか。はい、これで解放できるから、ちょっと効果を見てみましょうか。より早くできる。
ミルクチョコレートの生産の20倍これも結構いいんじゃないの。ちょっとタップで1万5000にしてみました。ショップで買ってみるか。今 69.6 粒。うおー、一気に増えたこれもすごく良かったな。次は100枚アンロック。これはちょっときつそうだね。だからこの1、10、100、1000、10万か。わ、一気に見てみて、すごいよこれ。だからこっちの方も解放するの大事だけど、これだけをどんどんレベルアップさせていうのもいいかもしれないな。これ80粒でしょ。ほらほらほら、見てみて、すごい感じになったよ。でこうやってやって100までちょっと上げてみるか。1秒で120粒できるようになってるからね。お、一気にすごいね。見て見て、上伸びがすごい、マジで。まあ、みんなどんな感じでやってるのかな。まあ、これで放置しとってもよかったけどね。だからこの一番上のミルクだけやってみるっていうのもいいかもしれませんね。どうなんだろうね。まあ、効率よくこうやって目指すみたいな感じですね。B3、13回まで。まあ、ちょっと私はこれ裏で頑張ってやっておきます。また解放するときね、実況撮ろうと思います。今日の撮影日時は2021年の11月の17。まあ、そうやって実況で言ってるけど、まあ、こうやっていろいろやるからね。日時とかまあ人それぞれみたいな感じでございます。こっち解放したいんだけどね、5万5千で。ただこれ見た感じさ、80粒ぐらいじゃないのかな。こっちのビターの方の、こっちの方のショップで20倍にした方がさ、いいような気がする。どうなんだろう。まあ、ちょっとこっちも解放してみましょうか、B6。お、100粒。お、こっちの方が良かったかもしんない。5万5000だったけど、まあ1秒で100で少ないんだけど、こっち20倍にしたら2人貸しで400粒だけど、あと5万粒必要だったからね。なんかこっちの方をまず優先させていって、こっちの方のレベルを上げていくみたいな感じがいいかもしれませんね。もう一気に溜まってる、小豆を解放したら。18時37分になりました。まあ、何時間置いたかとかわかんないから、こうやって時間で言っていきますね。買いましょう。ちなみにね、今日の8時に始めてます。だからだいたいね、このゲーム始めて10時間経った状態ですね。こんな感じにちゃんとリアル時間でやりますね。時間進めたら、なんかすぐできるみたいだけど、私はまあ今回はそれをしないでね、どんどんやっていきます。このフィーバータイムとかはまあ、カットしてやっていきますね。これもいいな。こっちの方とかも解放しとってもいいかもしれない。12万。1132か。いや、これはそこまで増えないな。だからこの白クマはちょっと失敗しました。この2番目とかはすごく良かったけどね。それだったら手でパンパンパンってやるやつを解放しとった方が良かったかもしれない。まあ、こんな感じにいろいろあるけどね。工場行きましょう。だから、まあでも1172増えてるから、すごいね、増え方。ね。なんかこれも、次、なんて言うんだろう。朝やったら、朝までかからんか。あと1時間はわかんないけど、まあ何時間かしたら、この手のやつも解放できそうですね。いや、いい感じにどんどん進んでる。だからまた次ログインした時にね、何日の何時とか言って、これリアルタイムでちゃんと私、B の13回まで解放しますからね。今日は1日目ですね。こんにちは、チョメです。ちょっとね、途中カットしてるけど、見てください。めちゃめちゃね、解放しました。で、最後のこの B13 を解放しようと思います。買う。ただね、半年以上とか放置しとっても、ログインしないと上のこの粒がね、全然ね、増えなかったですね。だから適度にログインした方が良かったかもしれませんね。で、ショップ。もうこの手のやつ、もうゴールデンチョコディップフィンガーまでゲットしました。最後はまとめみたいなやつですね。本当はこれね、全部、こうやって解放したところもね、見せたかったんですけど、ちょっと動画がね、量がすごいことになっちゃってね、諦めました。編集がすごく大変だということに気づいて。で、この辺はちょっと蜂の巣とか、まだ放置してるみたいだけど、で、新しいの、カレーっていうのが出てきましたね。インドカレー。で、キーマカレー。ダイオウイカ。ホタルイカ。これで以上でございますね。あとは上を伸ばすみたいな感じになっていくでしょう。記録はこんな感じでした。フィーバー回数とかもちょくちょくやったりとかして。じゃあ最後に、
このタップしたらほら見て増え方はこんな感じになってますね。でフィーは久しぶりにやるか、残り19、これ久しぶりにやるんだよ、本当に1年ぶりぐらいかな。だからちょっと下手になってるかもしれない。もともと下手やったかもしれないけど、これ上の2つだけ取っておけばいい感じだったかな。上のこんな感じで、はい、お、結構できてるんじゃないね。これだったらもう普通に右左やってたらいい感じですからね。はい、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。